作り出とは、古墳に直接取り付く、半円形もしくは、方形の壇上の施設である。作り出し、作り出しとも表記される。中高期の大型前方後円墳を、はじめ、ごく一部の古墳のみに確認されている。斜め方向から見た名古屋市ダンプ山古墳とその、作り出し作りでは、前方後円墳、前方後方墳、円墳、方墳の、どの墳形でも確認されているが、 前方後円墳の例がほとんどである。特に大型の古墳に見られるが、宝来山古墳のように大王宮でも作り出のない古墳もあれば、新城二塚古墳のように、全長六十メートル台でも作り出のある古墳もあり、布施の有無の基準はよくわかっていない。作り出の性格は古くから論じられ、旧社の車輪も宝石、壺の耳山も宝石、巡視者のための埋葬常説などが出されたが、 現在では何らかの祭祀の場とする説が広く指示されている。そして、墳丘場で行われていた祭祀が、ある時期から作り出で行われるようになったと見られている。赤土山古墳の作り出し東海山古墳の作り出し山と地域では10基区分の1基から3基の古墳から、墳丘裾周りに方形区画を設け、後の作り出につながるような祭祀を行っていた例が、いくつか知られている。 奈良県天理市の中山大塚古墳、東楼山古墳、赤土山古墳では、公園部背後に、壇上施設が確認され、東と野塚古墳では、前方部左の都市部で、再使用と思われる、土器群が確認されている。また安藤山古墳、渋谷高山古墳では、公園部右側区ビレ部付近に、壇上の地形が、実測図から確認でき、4世紀半ば頃までのプレ、 作りでは設置位置が一定していない。先立て列古墳群の大王宮古墳では、先量山古墳の前方部両側面に、方形の張り出しが認められ、作り出常式化の全段階の施設と捉えられている。続く、先石塚山古墳、五社人古墳では、前方部左側面の首レブにより、近い位置で作り出場の地形が確認されており、定式化がさらに進んだ状況を示している。 そして古市古墳群の都道城山古墳を持って、首れ部付近に作り出を付設する、一般的な平面型が確立したとみなされている。作り出は農艦後の採取を行うための場であったと考えられている。橋墓古墳では、公園部から時期の違う2種類の特殊機材が採取されていることから、農艦後ある程度時間が経ってから、再び採取が行われたらしい。その後、 たとえ供養のためでも紛糾に登ることをタブー視する考えが広がった結果、追善祭祀の場は紛糾からプレ作り出に移行した。そして応募が王宮のある山和からより遠くの場所に造営されるに、従い参加困難になった大王本人に代わって直視が追善祭祀を執り行うようになり、それに合わせる形で作り出の整備、定式化が行われたと考えられている。 農管儀礼終了後、一定期間の後に追前祭祀が作り出で行われ、その期間が終了すると、今度は継承埴輪を配置して、祭祀の様子を再現し、作り出を含めた墳丘への立ち入りはなくなった。最終的には、それが形外化し、埴輪による祭祀の再現のみが行われるようになったと考えられている。また全国で4600機あるとされる前方後円墳のうち、 作り出のあるものは100機程度しか確認されておらず、その数、有無は、被装者の地位を反映しているとされている。集合内に独立する方形、または、円形の移行。墳糾と接しない点で作り出とは異なるが、作り出と同じく埴輪群や土器群が出土している。都道城山古墳、五色塚古墳、ほど田八幡塚古墳、井出双子山古墳、消防寺古墳で確認されている。 方形の島城以降に紛糾と接続する立橋が、ついた以降で、講義では作り出に含まれる。三重県城の古史遺跡や奈良県、南里大東遺跡で確認された、洞水施設の構造に類似し、また、水取り形葉庭や船形葉庭、井戸形土製品などの水に関係する遺物が多く、確認されていることから、水の採取が行われていたと考えられている。宝塚古墳1号墳。 須山古墳、港茶と山古墳で確認されている。朱みもしくは中つつみに接続する作り出状の施設で、中つつみ作りで、張り出し、別区、埴輪祭祀場などの名称が使われている。作り出と同じ機能を持つ施設と思われるが、それより大規模なものが多い。埼玉県と福岡県を中心に10基、程度確認されている。ありがとうございます。